黒松は日本と韓国の海岸に自生する松族の一種である。別名はお松。和名黒松の由来は赤松と比較して幹の樹皮が黒褐色である松であることから名付けられている。松の語源については正確にはよくわかっていないが事例を長く保つことから保つから持つ、さらに松と添加したという説や冬に 霜や雪を待っても何も変化がないので、松から来ているとする説などが言われている。信用は赤松より硬く、枝ぶりも太いことから、別名、お松や男松とも呼ばれる日本では、本州、四国、九州に分布し、国外では、朝鮮南部の当初から知られる。海岸に多く自生する黒松の大木は往々にして、岩礁海岸の岩頭にある。 北海道の海岸沿いや道路沿いにも植林されており、道南では北海道駒ヶ岳などで自生化が見られる。海岸の岩の上から砂浜海岸に広く見られ、特に砂浜の黒松林は白社星章と呼ばれて景観として重視された。ただし、繊維の上では砂地の黒松林は次第にタブ林などに置き換わるものと考えられている。黒松林は 人為的管理によって維持されてきた面がある。日本では海岸線への植樹が古くから行われ、本来の植生や分布はよくわからなくなっている。樹高は35メートル、目通り直径は2メートルになり、高いものでは60メートルに達することもあるが、自然の状態ではそこまで成長することは稀である。記録的な高さの黒松としては、 春日神社の松の66メートル、カン神社の松の60メートル、大日松の55メートルなどがあったが、いずれも現存しない。葉は濃い緑色をしていて太くて硬く。信葉は二葉で、7から12センチメートルの長さで、幅が1.5から2ミリメートル。旧花は4から7センチメートルの長さである。樹皮は、開国色で厚く、喫香状に、割れ目が入り剥がれる。 黒松と赤松の混じっている林ではマレニザッシュが生じる。品種として、多行黒松 P3 ベルギエ F マルチコーリスがある、省内砂丘の砂防林暴風の機能を有する樹種として知られる。暴風林の他汚染と沿岸に強いため砂防林、防砂林、防潮林や街路樹に使われる。いわゆる浜にある松原は、黒松で構成される。また、 一般的な園芸用樹種であり、日本庭園の種木として用いられ、古来から盆栽用の樹種としても使われている。江戸時代の東海道をはじめとする旧海道沿いに、並木として植えられた樹種の多くが黒松であり、一里塚にもよく植えられた。葉は、精油を含み、その主な成分は、ピネーン、カンフェン、フェランドレン、ボルネオール、楼湿などを含む。松ヤニには、 樹脂酸、ピネーン、カンフェン、フェランドレン、テルペニアルコールなどを含んでいる。精油は、内服すると、大脳皮質を興奮させて、血圧を高める働きがあると言われ、概要すれば、局所の血管拡張や、血液循環促進に役立つと言われている。民間療法では、滋養保険、低血圧、不眠症、冷え症、食欲不振などに松葉酒を、 就寝前に、杯き一杯飲むと良いと言われている。松葉酒は、採取したばかりの新鮮な黒松の葉を袴を除いて、葉だけを刻み、35度の小中1リットルに、松葉1キログラムの割合で漬け込んで、3ヶ月冷暗所に保存してから松葉を取り除いて、作る。松葉酒が飲みにくい場合は、他の酒とカクテルにしたり、水で割って、 蜂蜜やレモン汁で味付けしても良い。また、疲労回復、肩こり、神経痛などに、松葉を袋に入れて、浴冬量として、風呂に入れる。北米では、松在泉中病のために、広い範囲で死滅している。続いて、青変菌が侵入すると速やかに樹勢が衰え、枯死する。この松の在泉中は、偶発的に、日本へも侵入し、 黒松林に打撃を与えている。新芽に松の玉ばえが散乱すると、新芽は茶色に枯れてしまう。2年から3年連続して寄生されると緑の葉はなくなり、やがては松林全体が茶色に変色し、枯れてしまう。発芽した苗も寄生されるので、松は完全に駆逐される。幼虫は新章内に寄生するので、 専門家でも松材線中病との区別ができない。茶色に枯れた松の枝先を初夏に採集すれば容易に区別できる。日本大韓民国一方、赤松は目松と呼ばれる。ありがとうございます。